店の会員制のバーでやってるんですけども、ママがいないところでちょっと実は過激なちょっとエッチなお店にしちゃってるみたいな、うん、おうおう、どうもゼロン探偵でございますということでございまして、一応ですね今社内からお送りしてるんですけれども、今回ですねこの依頼者の、まあママでございます。ママがまあ、とある都内某所でですね、もう20年30年ねやられてるんですよ。それでそこで、まあ、会員制のバーでやられてるんですけども、なんかどうやら、まあそういうバイトでやってる女性から、まあとあるあのもう一人の女性がいて、ちょっと物静かな感じの女性がいると、その人が、ちょっと見た目すごいおとなしそうで寡黙なのに、ママがいないところでちょっと実は過激なちょっとエッチなお店にしちゃってるみたいなのが、同じあのまあ従業員の方からちょっと告発があったっていうことですよね。そうなんですね。ちょっとまあ耳を疑うっていうか、本当にね、あのいい意味で田舎の子っていうか、はいはいはい、ちょっと純朴な飾り気のない、はい、すごくいい子なんですよ。おとなしい、ちょっと口数少ないです、はいはいはい、なのでちょっと本当のとこどうなのかなっていうのもあるんですけども、まあ、その今回はそうですね。でママからゼロ円探偵でご連絡いただいたので、ちょっとママのお店なのでカメラを 2,3 箇所ぐらい、ちょっと、スタンバラしてもらってます。それで今僕らは、このお店の近くのところに、ちょっとの駐車場から、ちょっとモニタリング今させてもらってるという状況です。んだけどこの子ですもんね。ものすごいなんか物静かだね。そうなんですよ。あの本当にメガネかけて、いい意味で垢抜けないところが魅力なんですよ。お客様にも評判はいい子なんですけど、なんかちょっとその良くない噂というか、うん、だからそのママに告発した女性がちょっとギャルな子で、そうなんです。まあその子とこの物静かな子はなんかあんまうまくいってないから、もしかしたらなんかライバルを蹴落とそうとしてるんじゃないかみたいなことも考えれるし、みたいな、まあ、ママからご相談を受けて。そうですね。半信半疑ではあるんですけども、ちょっと逆にその今回情報をくれた女の子の方が、ちょっと。勤務態度は普段あんま良くないみたいな。そうですね。ちょっとそんなところがあるので。すごい、なんか雰囲気いいお店ですけどね。はい、おかげさまで。常連さんに支えていただいてるお店なので、なんか変な噂が立っちゃうとね、みんなに広まっちゃうから。そうなんです。ちょっとその事実を知っておきたいっていうのがママの意見ってことです、ね、そうですね。お客様にご迷惑かかっちゃって、それを止めてしまうのが一番重要です。え、この方が例えばちょっとレジのお金ちょろまかすとか、そういったことは全然、そういうこともあのきちっとしてる子で、逆にちょっとあの困ってたそうな時があったのでね、少し前借りとかそういうこともできるわよって言っても大丈夫ですって言って、頑張る子なのでいい子なんですよ。あとよく聞くのがお酒をね、ちょっと売っちゃってるとか高いお酒をねちょっと盗んで売っちゃってるっていう話を聞いたりすることもありますけど、そういったこともないですね。だから逆になんかその話を聞いたときに、こんなこと言ってるのっていうような印象がぐらい、ちょっと寝耳に水というか、あの子ならやりそうかなっていうタイプと本当真逆なところのタイプなので、まあだからあのお願いはしたものの、映像を撮ってもいや普通でしたっていうのが一番望みだったら、ね、一番いいですよね。安心なんですお客さんとお客さんをつなげようとしてますよね。ってことですよね。この
この黒いシャツの方が本当にもう長年うちを使っていただいてまして、うちの方なんですけど、じゃあママはみんなこの男性の方はもちろんよく見てる方々。そうですね、奥の赤いシャツの方も、はい、おしぶろ落としちゃってパンチラ的な感じで、なんかお客さんもこう見るみたいなね。普通ああいう時ってちょっと男性ってね、目のやりどころに困るもんなんですけど、私もいないし、ちょっとね、光らせてくれてるから、ね、お酒も入ってるからってことなんですね。まあ、見ちゃまずいのかなぐらいの対応でしたかね、今のは。結構こうやって、なんか、ムード作るというか、みんなで楽しく飲みましょうみたいな感じに見えますけどね。あ、え、ちょっと待って、これもう確信じゃないですか。ちょっと自分で託し上げたいな。うん。もうだっていつもの下りみたいな感じですよ、これ。うん、ちょっと落とし方もちょっとわざとらしかったような。自分で落として。誘ってますね。ママに絶対言わないでみたいな。だってこういうお店じゃないと思うんですよね。もちろんです、そういうのは。すごい覗き込んでますけど、これ。めちゃくちゃ覗き込んでますよ。こんな露骨に。ああ、だってお客さんソファ寝ちゃってるじゃないですか。お客さんも普段こういう方じゃないんですよね。全然違う。ほら、ママにバレたら大変って言ってましたよ。ママ今買い出し行ってると。ママがいないからこういうサービスしてんだよとも捉えられますよね。ああ、もう確実にパンチラ見に行ってますよ。スカレートするんじゃないですか。そういうお店ですよ、これだって。